エルネスト・ウェスリー・ヤングは、アメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身の、元プロ野球選手。1990年のドラフト10順目で、オークランドアスレチックスに入団。1994年に、メジャー初昇格。1996年は141試合に、出場し19本塁打を放つ活躍を見せた。中でも5月10日の対ミネソタツインズ戦では1試合。 三本塁打の離れ技だった。2000年のシドニーオリンピックでは野球アメリカが衆国代表としてロイオズワルトラと共に出場し金メダルを獲得した。代表の4番打者としてチームの金メダル獲得に貢献した。対日本戦では松坂大輔からヒットを放っている。アリゾナダイヤモンドバックス参加の 3A2 村。 サイドワインダーズに在籍中の2002年シーズン途中、得点力不足に悩まされ、最下位に沈んでいた横浜ベスターズに入団。6月7日の対ヤクルトスワローズ戦でいきなり4番、センターとして登場し、第3打席で、ケビン・ホチスから、初本塁打という衝撃のデビューを飾った。その後も、巨体を生かしたパワフルな打撃ぶりを見せたが、打率は1割台と安定感を欠き、 シーズン途中でベーバー工事された。横浜対談後は2007年までほぼマイナーリーグでプレー。マイナー通算1516試合出場、打率28、283、298本塁打、1042、打点。2008年から2013年までシカゴホワイトソックスとデトロイトタイガース参加のマイナー球団の指導者を務めた。 2015年6月30日に2015年パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表打撃コーチを務めることが発表された。同大会では決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし準優勝だった。10月21日には第1回 WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表打撃コーチを務めることが発表された。 その後も2019年の第2回 WBSC プレミア122021年の東京オリンピックのアメリカ合衆国代表チームのコーチを歴任している。ありがとうございます。